あ、乗りたい。楽しい。皆さんこんにちは、イミズ PR 大使の津田奈子です。え、どっちが消えてなかった。また富山の朝用のここから、ね、どっちが消えてなかった。皆さんこんにちは、イミズ PR 大使の津田奈子です。富山の朝用金子です。富山のタレント佐田有沙です。グダグダや。イミズ市へようこそ。はい、なんでお呼びしたかというと、はい、新しい乗り物が増えました。家族増えました動画か。この度この度ですね、ベイトライクっていうおバイク。あ、おバイク、おバイク、めっちゃかっちょいいから、風を切って走りましょう。めっちゃいい天気だから最高じゃん。最高よ。では見よう、気になる、行きましょう。はい、イミズのバイクで走り出す先もわからぬまま。すげえいっぱいある。かっちょいいっすね。かわいい。ベイブルとベイカードとベイトライク。ベイトライクかわいいよ。かわいいでしょ。ちょっと叩いてみても全然いいですよ。アメリカンスタイルじゃない。盗まない、盗まない。めっちゃかわいいよ。おしゃれじゃない。電気で走るの。ペダルがないのよ。で、あとはこれベイカードです。これも自分で運転して街を巡ることができます。これあれ、ゴルフ場にあるやつ。そう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 、違うわ。そう、違うわ。ゴルフ場のやつじゃないの。違うわ、キャディーさんじゃないわ。ドリンクホルダーまで、 USB 電源まで。すごい、尾崎豊かけんな。自然の音聞いて。で、ベイカードはタクシーみたいな感じ。そうだね、運転手の方もられて呼んだら来るみたいな。チクチク、ほんとやね、チクチクや。そうそう。じゃあ、ずーちゃんこのピンク乗ってよ。津田奈子しようかと思ったもん、私最初このピンク見て。あ、ここに荷物入れるん。あ、違う。ダメよ、ダメだな。ちょっと試運転ここら辺でしたくないです。あ、した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 。試しに見本お願いします。レディーゴー。女性でも簡単に乗れます。初心者でも簡単に乗れる。初心者でも簡単。二輪免許持っとる定見してくれ。白で似合ってますね。そう、似合う似合う。そうそう、面白い、楽しい。ということで3台乗ってこのイミズの観光を楽しみたいと思います。なるほど、贅沢。積んだってきて、みんな私の後に積んだってきて。先頭走るわけです。そう、じゃーん、イミズベイエリア街巡りマップというのがあります。というのも、この自動車をレンタルすると500円のクーポン券がついてくるんですね。で、そのクーポン券が使えますよっていう一覧になってます。なるほど、乗ってく。あー、乗りたい。めっちゃ爆走しそうな雰囲気あるけどね。19キロだ。行くぜー、進行。おー、いいね、いいね。じゃあ私たちも出発でーす。レッツゴー。ゴー、行ってきます。ついてきてる、みんな。ウインカー出てるな。ウインカーわかる。ウインカーかわいい。めっちゃ新鮮やね。新鮮、めっちゃ楽しい。こんにちは。なんか変なのに乗ってる集団。左に曲がります。はい、左に曲がります。こんにちは、どうも。かわいいですね、後ろから見ててもいい感じ。つーちゃんね、かわいいよね。なし、うちらのこれもめちゃめちゃ静かですね。すごいわ、電気ってすごいですね。電気ってすごいね、静かなんだね。クロスベイを出まして、海が見える橋を通って、その後内川に向かいたいと思います。このクロスベイから内川までは10分15分ほどなんですが、内川沿いをやっぱ全部回るとなったら、こういう乗り物を使った方が楽しく巡ることができるかなと思います。スタートがあまりスムーズではないです。踏んでからちょっとタイムラグがあって進む感じ。こんだけ大きい音だとさ、ウインカーの消し忘れないね。ピーピーピーだからバックすんのかなっていう音するよね。19キロしか出ないからね。ちょっと皆さんにご迷惑をおかけしてるかと思います。おー、いいね、電気自動車3台走ってる。内川や、内川。おー、今日のつーちゃんのあのお洋服がなんか風切ってる感があっていいですね。やばい、楽しいぞ。イエーイ、普通の免許で運転して観光できるなんてすごい楽しい。窓がないから鳥の声とかも聞こえていい感じや。確かに、新湊曳山祭りってあるんですけど、ここの橋がですね、見どころになってます。ここの橋を曳山が回る。マイコどうした、曲がれなかったんじゃない。あー、下がっていく下がっていくっていうのが、おー、おー、言うとる。見てー、あー、すごいね、抜けるからすごい気持ちいい、うん、よいしょ、曲がれきれるか。バイク小回り効くから最強や。さあ、ここが内川ですよ。静かだね。ここって車道なんですね。これ車走って大丈夫。あ、そうなんや、うん、へえ、めっちゃいい。めちゃめちゃいいね。ねえ、やっぱ天気いい時めっちゃ気持ちいいです。内川さ、やっぱ何回も来てるけど、こうやって乗り物に乗るだけですごい新鮮だね。ちゃんとこうやって
駐車場に停めればいいんですね。では行きましょう。はい、すごい、商店街行きましょう。行きたい。ここで、あのミーティングとかミーティングできる。どこ行くかの会議ここですればいいんでしょ。ね、つーちゃん、いつまでヘルメットかぶっとる？これはね、ずっとかぶってる。もうそれでいい。お気に召した。ここ稲垣康さんの遊戯。あ、そうだね。あ、ここなんや。ここや、本当や、見た。こちらこちら。あ、いいね、商店街。さあ、皆さん、一番有名な揚げパンがなんと70円。もう昔からある。あ、本当だ、いっぱいある。え、私のおすすめ、まず絶対にこの揚げパンなんですよ。揚げパンか。揚げパン食べる人。はい、食べる。あ、揚げパン3本ください。食べたい。揚げパンで乾杯しないですか。揚げパンで乾杯ってない。今後のベイエリアの発展とご多幸を願って乾杯。乾杯。おいしい。今時こういうのないっすよ。めっちゃうまい。子供でも買える感じがいいね、うん、で、値上げせんのよ。音楽流れてる。めっちゃパコンで。ここね、なぜか有線流れてる。この上。上？プレートは。ここ？不思議。天狗だよ。おしゃれないよ。おばあちゃんとおじいちゃん聞いてるわけですね。美味しいね、ここね。美味しかった、めっちゃ、うん。私さ、いつかこれ乗りたいんだけど。うん、あ、屋形船ですか、うん、寿司会食とかしたいんだけど。やりたい。まだ食べれます。食べれる。食べれる、食べる。これ、めっちゃ、何これ、給食で出てくるようなやつ。いちごみつる。カマチョコバ、イミズで作られてるよ、これ。かまぼこや。あー、いいですね。めちゃくちゃいい。わー、懐かしい。食べたな、これ。給食で出たら、余ったらじゃんけんとかしてたよね。レトロがギュッと詰まってるね、ここ。ね、なんかいい匂いする。知ってます、皆さん。オランダ焼き。オランダ焼き。オランダ。1個買ってみんなでワケワケしましょう。あ、そうしよう。女優のオランダ焼き。じゃじゃーん。This is オランダ焼き。ワッフルの硬いやつ？お食べになってみてください。うん、富山県射水市のオランダに。オランダに？乾杯。乾杯。コマヘ、1000円あったら結構いろいろ買って食べれるね。神戸屋精肉店さん、創業75年。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。塩麹から揚げ。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。揚げたてでしょ？うん、超揚げてたもん。うん。あ、あか、あか。おいしい。ビール。塩麹だから、塩麹だから。揚げたて食べれるっていいですよね。いい。はい、というわけで、まあ満喫したので帰り夕日を見ながら、うん、海王丸の方を通って最後クロスベイに戻りましょう。これで行けるってこと？行けるギリギリの範囲まで楽しんでドライブして帰りましょう。海沿いに来た。かっこいいね、すーちゃん。かっこいいよ。海沿いがまた似合いますね。楽しい。車よりも風を感じるからすごく気持ちがいい。いやー、つーちゃんも気持ちよさそうだね、あれ、うん、もうね、日が暮れてきました。今日はね、天気がすごいいいから、新湊大橋のバックにこう、うっすら立山連峰が見えます。さあ、ここがですね、きっときっと市場です。そこの道の駅は浜焼きとか食べることもできたり、朝獲れたお魚を買うこともできるので。見えてきた、海洋丸。ああ、海洋丸。いや、いいの、こんなデートちょっとしたい。ベイトライクを2人で乗ってもいいよね。海洋丸行こうよって決めてさ、ね、そうそうそう、ツーリングデートができるんだ。二輪バイク免許を持ってなくても。新湊大橋大きい。そう、さっきさ、デートでって言ったけど、子供も喜ぶよね。いや、これね、本当にこれに乗りながら人生相談。いいですね。めっちゃ良くない？めっちゃいい。絵になるね。楽しい。射水いいわ。もっとね、休みの日とかあんまり観光っていうイメージがなかったかもしれないけど、射水市に遊びに来てほしい。これから夏だしね。射水 PR 大使にいいの教えてもらったね。皆さんもぜひご利用ください。はい、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。射水こなれーまたちゃーん。ありがとうございました。大タッチャ、大タッチャ。来たら大タッチャ。大タッチャ。こぞってグッズを3人だったら重たいぞ。あ、きゃ、そっか、そうなるんか。え、右？右。はい。ピンクっていうのがいいですね、さくらさん。このベイトライクはですね、なんと1台90分2000円、そして180分3000円で乗ることができます。なんか終わりました。5時でございます。あ、5時ですか。あ、もう定時上がりの時間やった。このベイトライク
BGM ね。でこのベイカートに関しては90分3000円、180分4000円、1日だと7000円で借りることができます。でこの1台につき500円のクーポンがついてきます。皆さんぜひ予約をして借りていただけたらと思います。そしてですねこちらプレゼントキャンペーンです。ベイカート、ベイライクが写った写真にコメントや感想を添えて投稿してください。ハッシュタグクロスベイ新港、ベイカート、ベイトライク、どちらか乗られた方プチプレゼントをご用意しているそうです。何かがある、何かがもらえるらしい。なんかね絵だけで、ね、表現してあるよね何か。皆さんぜひご予約をして乗っていただけると嬉しいです。はい何